気が出たのでやっと取得しました。アイラインが強いです。ちょっと今日はメイクまだ落としてなくて崩れてるけど、一応ウェンディーのメイクです。ね、いろいろ触れるべき件がたくさんありすぎてちょっとでもこの時間でちょっと全部触れることができないので、またちょっとゆっくり時間が取れる時にやろうかなと思ってるんだけど、ちょっとメイク落とす前にちょっとだけやっとこうと思って。そう、ほんとね、渋滞してるよね、いろいろ。コリン君ありがとう。しろ、そんな本当にもうすぐに終わってしまうけど、え、ごめんね、本当ありがとう、嬉しい、ありがとう。もう頭パンパン今いや、あの余裕はあるんだけど、でもちょっとね、帰って公演が終わってお家帰ってからの時間がなさすぎて、意外とね、夜っていうか夕方から始まる公演なんだけど、やっぱ休憩込みだとそれなりにあるし、毎日も帰って SNS が大変、割と1幕2幕3幕とあって、その間に15分の休憩が2回あるんだけど、3時間弱、嘘、3時間弱もやってるっけ。もうそっか、その休憩を込みって言ったらそんなもんか。久しぶりに嬉しいです。私もなんかこうやって話すのなんか久々な気がするわ。いや、ほんと SNS ありすぎてさ、大変絞りたいんだけどマリアちゃんへのメッセージ見ました。もうあれね、なんかごめんなさいね、気持ち悪い姿を。でもなんかもう急にさ、撮ってる時にさ、もうあーってなんか本当、しかも北から順だから多分私からなのか、凪ちゃんとか撮ったのかな、どうなの。え、なんか本当気持ち悪いなんか姿を晒してしまってすいません、ごめんなさいごめん本当に。でもなんか気持ち、でもさ、あんまりさ、本当に言いたいこともああいう場ではなんか言えないしさ、長すぎてもあれだしさ、なんか涙止まんなくなっちゃったよね。バッターが私っていうの説ね、もう信じらんないよね。もしまた47をやるってなったら、で茨城からになるんでしょ、近くなる茨城だって、やばい、信じられないよね。今週のコンサート、そう、チームのコンサートはそういないの私。
名古屋に行ってるかな。そう、ピーターパンしてる。明日で東京公演はラストかな。東京は明日千秋楽。そう、東京にいないのよ、まず。そう、いやー、もうこれは本当にみんなにぜひ、もう絶対見てほしいなと思う。お稽古中とかは本当うわーって感じだったけど大変だなって感じだったけど、でもやっぱりね、本番入ってセットとかも本当に劇場入ってからしか本物見てなくて、劇場入りしてからなんか照明とか音もその会場になったものになってて、ピーターパンめっちゃよかった。あー嬉しいね、ピーターやってるれなちゃんの歌もフックさんもすごくいいし、すごいブロードウェイミュージカルだなって感じ。大阪来ますか？大阪行きますよ。子供たちが可愛い、あの見てる子供たちも可愛い素直にこう漏れ出ちゃった声がね、みんな可愛いの。ね、そう、ファンクラブ枠でおそらく撮ったであろう皆さんの席がね、とてもいい感じで、いやーすごい、私のファンクラブすごいいい席を確保してくださってとてもありがたいね。自分のファンの方にもちゃんとなんか息遣いまで分かってしまうようなそんな距離感で大迫力な感じのね席で見てもらうことができてよかった。まあ、そういろいろ語りたいことがもう渋滞しておりますが、もうそろそろもう明日の準備をしないとまずいので、はあ、いやできることなら私もずっとねここでゆっくり話してたいんだけど、とにかく明日のね、まずは東京の千秋楽を頑張っていきたいと思います。ね、東京近くに住んでるよって方とかは明日ラストなんで当日券もあっただと思うので、あるはず、多分前日用意してるはずなんで、いやぜひぜひ見てもらいたい。なんかこういう前髪してる自分久しぶりに見たずっともう髪をねあーって上げてる、そういう生活をしてるので、なんかこんな感じの前髪してるの、なんか自分でも久々に見た。美容院行きたいですね。子たちめでたい、かわいいの子がもう癒し、かわいい。あー嬉しい。そうね、お話し会も次のもね発表されたからね、ぜひぜひ次の時に聞かせてください。お話、感想とか。握手になったんだもんね。ここからなんて言われてる、私ウェンディーとかベリンさんって言われてる。次はフルさん、あーそうだね、うん、まあ先にそっちの予定が決まったっていうか、お話し会とか握手会の方が。先になん
んかなんだろう、何かの収録とか舞台とか決まってたらまあ、ね、少なくなっちゃうんだけど、じゃあちょっとまた時間あるときにゆっくりやりたいと思います。久々にあのアカウントが復活じゃないけどログインできたから、そうありがとう。なんかこういう感じで喋ってる自分の声を聞くのも久々、家でも全然喋んないしさ、ほんとウェンディーチックな自分の声しか耳に最近出てなかったから、あ、そういえばこうやって喋ってたなって、本当に全然喋ってない、もう疲れすぎて帰ってから本当に喋んない。劇場行ってからね、セリフの練習したりとか発声練習とか声出しするから笑うてるなんで笑ってんの。本当なんかすいません、顔れなんか疲れた感じの顔とかすいません。まあまたじゃあね。じゃあ明日来てくれるよって方お待ちしております。じゃあね、バイバーイ。休み。今日は来てくださった方ありがとうございました。またね。